元旦にすいません。ね、でもなんか私の前の学校が、うん、EOP じゃなかったっていうのもあって、意外にその友達が英語で喋ってる場面があまり見えなかったですよね。日本人同士で固まったり、授業終わった瞬間も机に向かって予習予習みたいな人はいっぱいいますね。よかったでしょ、いっぱい先生と喋って。先生と仲良くなれたのが本当に良くてよかったなと思います。むしろなんか授業よりもそっちの方が勉強になったりするでしょ。そうですね、なんかむしろもう仲良くなりすぎて、うん、授業の内容も外で話してる内容も変わらなくなっちゃった時期とかあってでもそのマーケットとストーリーシェアを比べて一番、うん、違いが大きいなって感じたのが、授業中の生徒の喋る量はストーリーシェアの方が圧倒的に多く思いました。何度も話させるっていうのと、あとその質問、最初こう受ける側だったのをスイッチで質問する側になるっていうのが、やっぱりその何度も話す、繰り返し話すっていうのはやっぱりストーリーシェアの方が圧倒的に多くて、あと例えばその質問があっても答えて終わりみたいな、うんうん、その後先生がそれに対して共感してくれて、じゃあこう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 だからってことだよなねって言われて、そうですって言って、じゃあ次の質問みたいな感じになっちゃうので、うんうん、その意外に相槌打ってたら授業終わっちゃうみたいなことが時々あったりしたんですけど、うんうん、ストーリーシェアはそういうのがなくて、もう本当に生徒がどんどん喋る喋る喋るみたいなやり方だったのがすごい良かったなと思いました。うん、先生と仲良くなることすごく大事なんだけど、授業もフリートークばっかりになっちゃうと結局変わんなくなっちゃうの、うん、でもご飯は美味しかったんじゃない？いや、私ご飯ストーリーシェアの方が全然美味しかったです。マジで？私びっくりしました。もうストーリーシェア美味しすぎてびっくりしました。嘘。私本当に嫌いで。愛子ちゃんだけが？いや、結構食べれなくはないけど美味しくはないよねってみんな言ってるぐらいですね。なんかその力を入れてるっていうのは分かるんですけど、うん、なんか味付けがやっぱり全然的に濃くてなんか雑なんですよね、味付けが。へえ。ストーリーシェア行った時に美味しいと思ってびっくりしました。あ、マジ？はい。あと、あ、でもこれちょっとうちの時は個室なんですよ、全部部屋個別の部屋なので、うんうん、ドアがあっても完全の個室になるんですけど、うんうん、っていうのにずっと11週間慣れてたので、最初ストーリーシェア行った時に、うん、同じ空間でみんな勉強するじゃないですか、うん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 、だからなんか一瞬気を抜くと先生の声聞こえなくなっちゃうみたいな、いろんな人、うんうんうん、だから最初の初日とかは結構そのより意識して先生の声を聞かないと聞き取れないっていうのを困惑しました、初日は。うんうんうん、あ、なるほどね。あの、うん、キューブリックルームで完全に遮断されたところと、うん、オープンスペースで、そうですね、いろんな声雑音の中でやるのとね。ストーリーシェアのリスニングの授業が一番好きな授業でした。かシラブルクラス、シラブルクラスっていうやつですかね、うん、ニュースをゆっくり聞いて、うん、で自分の言ったことをその場で先生が書いてくれる、うん、そうそうっていうのが、私ストーリーシェア全部含めてもう1位か2位に入るぐらい好きな授業でした。なんで？その、まあ、その場で聞いて、まあ、書いてくれて、最終的にその聞き取れるってところまで行くまでに自分がどうやってミスしたかっていうのが書いてくれるので間違いがわかるじゃないですか。で、何度も聞くことによって、あ、このタイミングで自分が分かったんだっていうのもなんか 目で見て、うん、自分で分かるっていうのがすごい、うんうんうん、そのやっている中で、うん、そのやってる感っていうのが実感できるなと思って、なんかリスニング私前のターンってたんですけど、いまいち伸びを感じられなかったんですけど、でその結構やり方も全然違ったので、これだったら楽しいなと思って、うん、なんか結局普通の学校って、はい、CD プレイヤーかなんかわかんないけど音源流して、はい、なんかそれで終わりでしょ。それで、そうですね、答え見せて次行くみたいな、うん、音源流して分からなかったら何度も聞いてこう言ってるんだよって言われて、うん、あ、そうなんだって思うって感じなんですけど、ね、うん、そのゆっくり聞かせてくれるっていうのとがすごい私良かったのと、もう一個そのリスニングの前がそのプロナンセーションの授業だったんですけど、ストーリーシェアの時に、うん、
その時にプロナンセーションの時にブレンディングとかちゃんと教えてくれた、教えてくれてからのリスニングだったので、そういうなんか聞き方のコツみたいのを一回プロナンセーションで授業で教わって、でそれを実践できるみたいなのも結構楽しかったんですけど、うんうん、ライティングの授業をあのたくさんやってて、でなんかライティングの授業を取ってる人すごい少ないらしいですね。でそれライティングもその目で見て自分が間違ったところが分かってそれを直してくれるの でかつなんかグラマーとか取っててもなんかもう一通り例文でそのグラマーをでなんか勉強して終わりなんですけど、ライティングの時はそのグラマーも含めて自分の言葉で直してくれるので、でそれはライティングは取っててよかったなって思いますね。ライティングいいよね。ライティングすごくいいです。おっしゃる通り本当に目で一回冷静になって確認できるっていいよね、うん、いいです。私は毎日日記を書かされてて先生にで時なんですけど、毎日日記を書いて、で毎回このマンツーマンが 5クラス5時間あって5人の先生に毎回ハワイユーって聞かれるんですけど、私日記と同じことをずっと5回繰り返して言うので、ライティングで書いたことを自分の言葉でも言えて、かつ5回繰り返して言うので、最終的に自分の言葉で言えるようになるっていうのが自分の中で結構好きなやり方でもあったので。いや、それはすごいいいやり方ですよ。 うちの日記メソッドに似てますよ。あ、似てます。サイクルランニングでも、うん、結構その先生がスイッチで質問してっていう風になるじゃないですか、うんうん、その時私結構本当になんかフィリピンってなんでこうなのとか、フィリピンってこれが当たり前なのみたいなことを結構質問で毎回言ってたんですね、うんうんうん、でそれって結構なんか私は結構多分性格的になんでこうなのなんでこうなのってすごい思っちゃうタイプの人なのでそれを実際に授業で言うことで自分の言葉にもなるし、なんか記憶もするし、なんかそういう使い方を自分は結構して自分の言葉で言いたいことを言うみたいな、うんうんうん、あ、それはね、サイクルラーニングメソッドのすごいいい使い方ですね、うん、そういう生徒はね、伸びるの本当早いですよ。11週間いて、うん、先生と仲良くなった時に結構相談とかをしたんですけど、うん、相談したのも良かったなと思って。うん、何を相談したの？ちょっと、内面的な相談をいろいろしてたんですけど、もう本当にパーソナルな個人的な相談をしていて、でそれ私日記でも書いてることなんですけど、うんうん、相談すると、まあ、知りたい、答えを知りたいし、自分のことなのでもっと伝えたいと思うし、でかつ先生との距離も近くなるし、これは一石二鳥だなと思って、うんうん、結構相談後半いろんな先生に相談しまくってたんですけど、まあ、確かにフィリピン人の先生喜ぶもんね。欧米の先生だったらもう休憩時間は私の時間だからって怒るからね。ああ、本当ですか。うん、なんか私もう本当先生と喋りすぎて、うん、もう10分間休憩があるじゃないですか、うん、その休憩の間も喋りすぎて次の時間の子が入ってくるっていうのが何回かあって、喋、うん、りすぎって怒られます、うん、いやー、本当一歩間違えると嫌な生徒だね。そうですね。いや、でもすごく先生に可愛がられたと思うよ。だから嫌じゃないと思うけど、ね、うん、EOP はどうでしたか？ EOP なんか思って最初その不安だったんですけど、うん、いざやってしまえばそんなにこう怖いなと思ってたのもな、特にそういうのなくて楽しんでやりました、うん、どうしよう、全然自分よりみんな喋れたり全然意図がなんか意思疎通できなかったらとか思ってたんですけど、うん、そんなことなく、さ、日本語じゃないからこんなに喋れるんだなと思ったことあります。あ、逆に、逆にそうですね、多分日本語じゃなかったら喋んな、日本語だとしたら喋らなくてもいいやって思っちゃうようなことも、英語だからじゃあこの人にちょっと話してみようとか、週末どこ行ったのみたいな、なんか英語だからちょっといろいろ話そうみたいな風に思いました。虫とかどうでした？虫いっぱいいましたね。部屋の中、ストーリーシェアは私そんなに思わなかったですけど、アリがやっぱお菓子部屋に持ってくるだけでうじゃうじゃ湧いたりとか。あ、学校によって違う？違いますね、部屋によっても違いましたし、うんうん、そこまでゴキブリをいっぱい見たとかそんなに
虫恐怖症みたいな感じでもないのでそんな嫌悪感なかったですけど、良いお年を。はい、今年もよろしくお願いします。はい、お願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。失礼します。